どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドコレクションやっていきたいと思います。そうですね、今回は PS3 で出たアンチャーテッドの1、2、3を、PS4 版のコレクションでやっていきたいなと思います。どんな偉業にも始まりがあり、完遂することにより栄光がある。1587年フランシス・ドレイク教父。字幕を切り替える。今回のアンチャーテッド、我々はあの伝説の探検家フランシス・ドレイク教の棺を発見しました。400年以上も前に海底に沈んでいたものです。ねえ、自分のご先祖様の棺を乱暴に開けちゃっていいわけ？先祖への冒涜かな。っていうか、俺が子孫だって信じてないんだろ。だって私の調査によると、フランシス教に子供は一人もいなかったはずよ。へえ、それは間違った歴史だ。それに空の棺は乱暴に開けてもいい。やっぱり。何？ちょっと見せて。ダメ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 だ。棺だけを見せるって約束だろ。ちょっと待ってよ、うちの番組がお金を出さなかったら何も。おいおいおい、この番組はできるだろう。ドレイクさん、サインしたわよね、契約書に。私には発見したもの全て見る権利が。その話は後で。サリー、厄介なことになった。来てくれ。厄介？厄介って何？ああ、海賊だ。海賊？ああ、今風のね。奴ら人質は取らない。ま、男の人質は、ね、ちょっと人の話聞いてるの？警察とか何か呼んだ方がいいんじゃない？いいこと言うね。でも俺たちだってここに来る許可を取ってないからね。はい。だからパナマの刑務所に入りたくなきゃ、自分らで片付けるしかないだろ。刑務所？そのコメント、パナマの監獄に入ったことないだろ。使い方わかるか？もちろん、カメラと一緒よ。構えて狙うんでしょ？その通り。さあ行くぞ。絶対撃てないよね。意外と綺麗だね。ああ、実はずっと俺をつけてた。巻いたと思ったが。で、どうやって怒らせたの？ああ、それは今話すと長く。意外と。さあ隠れて、トーン、よっしゃー。あなたのことは好きじゃないみたいね。トーン、えい。あ、ちゃちゃ、リロールだ、リロールは。あら、か、オートかな。マジか。取れるもんなら来てみろ。おい。三角ボタンなんか出てたね。あー、弾が拾える。三角ボタンって拾うのか。なかなかやな。あー、当たり判定なしか。痛いだろうね。へえ。ほい。弾を大量に落とすね。おい、サリー、どこにいるんだ？おお。まあ、アイテムを大量にゲットっていうのもね。意外と。
うん、難しいね。いてん、どっちどっち、そっちね。あ、めっちゃ重なってる。へえ、どう、いけ、あー、そういうことね。おお、マジか。はあ、いけ、ああ、耐えるしかなかったんだね。ここでなきゃ乾杯でもしたい気分だ。ビクター・サリバンです。エレナ・フィッシャーです。出たよ、スケベ親父め。奴らに見つかる前にとっとと出発しようぜ。フランシス教からプレゼントだ。おお、じゃあ棺を見つけてったわけか。おい、これもしかしてあのフランシス教の日記だ。俺が睨んだ通り彼は死んじゃいなかった。でかい獲物を狙ってたんだ。面白くなってきたぞ。あの、さっきの続きなんですけど、落ち着いたらその日記見せてもらうからね。フランシス教は太平洋へ航海したときにスペインの船団を奇襲したんだ。彼は船に乗り込み、船にあった地図や手紙や日誌を奪い、そのすべてをこの日記に記録した。そうか、それで。だがイギリスへ戻るとエリザベス女王にその地図やすべてを没収された。この日記もだ。そしてクルー全員が沈黙を誓わされた。で、お宝は。フランシス教はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの、何かものすごいものだ。ネイト、そんな回りくどいことはどうでもいいから、はっきりズバッと言っちゃってくれ。ええ、本当にせっかちだよなあんた。そんなんじゃ女に嫌われるぞ。モテまくりだ。よし、じゃあまずいいものを見せよう。ああ、地図のメモ。エルドラドの黄金。これぞでかい山だろ。他に手がかりは。やっとその気になったか。もう一だ。だが残念ながら最後のページは破られてる。だがなサリー、これは二度とない山だ。ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して沈んだんです。そんな、だから保険をかけてるんですよね。嘘。あ、もちろんカメラは無事に決まってますよ。新品同様、問題なしです。サリー、あれはほっといて平気だ。超たくましい。だな。じゃあ黄金の都を見つけたって彼女に言って、今夜テレビで生放送ってか。バカ言うな。だろ、俺を信用してるよ。まあまあね。このままだとそこらのゴロツキまでお宝を狙いに来ちゃうぞ。彼女なんてどうでもいい。今すぐ出発だ。大した紳士だな、サリー。まあね、勝負んだ。いつもの行くか。予算なんて、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。分かってるんですか。この企画は今年最大の目玉なんです。あ、はい。全く信用はできません。だからお願いしてるんです。カメラクルーを送ってください。そうすれば私が。あの人たち、ちょっと許さない。
まあそうやね、危ない危険因子は置いていかないとね。ゆっくり頼む、俺はもう若くないんだ。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あん時は別だ。まあ確かに俺はまだまだ生きるがな。まあ頑張れよじいさん、もう少しで着くからさ。おい思い出しちゃうな、昔麻薬王のパブロ・エスコバルに偽の16世紀の聖人像をつかませた話をしたか。ありゃひやひやだった。でも偽とバレる前に俺は、おいネイト聞いてんのか。バッチリ聞いてないです。体力の無駄だな。こういう動き方はできると。そう、気になってるのがね、リロードができない感じなんだよね。ふい、あ、こういうアクションもあると細かいね。さあ、初っ端ね、初っ端やられてしまったんで慎重に行きたいなーって感じ。まあ結構物陰は隠れとかないと結構辛そうな展開になりそうだね、あとあとね。フランシスちゃんは本当にこんなところまで来たんだろうな。かなりイギリスから遠いぞ。ここか。変だな、 GPS によればここのはずなんだ。使い方が分かってないんじゃないの。見せてみろ。いや合ってるはずだ。ここには何もないぞ。いつものどん詰まりだ。怒るなサリー、落ち着けよ。探してみよう。そう、何かヒントを探すって感じかな。こりゃ歓楽街で花嫁を見つけるようなもんだ。まあ奥まで行くしかないよね。いやあったね。あった、きっとこれだ。遺跡か。この遺跡ちゃんはいいんだろうか。いや、それより古い、さらに2000年ぐらい前だ。さらにか。そう、アンチャーテッドね、名前は知ってるんだけど、僕映画ね見た記憶あんまないんで、多分見たことはあるんだけど記憶がね曖昧なんでね。これは登れない。はあ、まあ登ったところでだったね。これも登れない。あー、なるほど、登って上から飛びつく感じか。あー、ダッシュアクションは？あ、こっちね。ほい。まあ、特にはないね。何が見える？ほい。何も。緑しか見えません。気をつけていけ。はーい。おい、そこだけ地面がちょっと違うぞ。ん？お、ほんとだ、空洞だ。この扉をぶち破らなきゃ。え、あ、リロードを、あ、そういうことね。ぶち破る、ぶち、あー、あれか。そしたらぐるっと回ってだね。もろいね。届く？あー、届いたね。よしよし。下に飛び降りる。
はいはいはい。そしたらこれを押すとかそういうことはできないか。登れないしね。登るアクション出ないね。どう思う？って分けてもなさそう。ああってことはやっぱ飛び降りる感じか。結構雑な開け方なんだね。そういうことだよね。ないもんね、他に。あれ？違うか。やっぱあれか。はいはい、そういうことね。はい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 。なるほど。サスケやん。まあ定番って言えば定番のアクションか、今思えば。まあチュートリアル的な感じだね。三角ボタンね。ああ。三角ボタンアクションなんだ。意外だった。それはそれで意外だな。じゃあ降りよう。必要だな。おいおいおい。懐中電灯が必要と。いやそんな簡単に見つかるもんかな。あったかくて居心地いいね。想像してた場所と違ったか。黄金はどこにある？何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。これを見ろ。彼が来る前にスペイン人が来たんだ。くそ、なんだよそれ。ここに遊びに来たわけじゃないんだぞネイト。真面目な話、今回だけはシャレじゃなくこれにかけてたんだ。真剣に。リマの酒場でちょっと遊び回りすぎたか。それもあるが、ちょっとたちの悪い奴らといろいろあってな。だから怪しい奴らには関わるなって言ったんだ。怪しい女にもな。おい、人に言えた義理かよ。それどういう意味だよ。あのレポーターいい女だと思っちゃってるだろ。エレナか。まさか。そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの。そらハマったね。まあ美人さんだったしね。お、一応壊れるんだ。あ、ごめん。サリーごめん。普通に殴ってしまった。深いぞ、だいぶな。じゃあポーンとね。いい感じだ。いやねえ、なんならこういう建造物壊すと大変なことになるんだけどね。歴史的建造物ね、やったらダメやかに。はい、ああ、はいはいはい。ん？ああ、連射か。ちょっと待って、連射シビアだぞ。結構連打
してるんだけど、ほら貸してみ。どういうことだ。連射してるけどって感じだったな。俺が抑えてるから支えるものがないか見てきちゃってくれ。まイベントやったかな。あったあった。急げネイト。いいぞ話して、これで大丈夫だ。早くサリ。一瞬。これぞ危機一髪だ。裏口があることを祈るばかりだね。まああるでしょう。これは見た覚えがある。これはフランシス教の日記に書いてあったやつだ。はい、あった。これだ。どうやらランプか火鉢みたいだぞ。火をつけてみろ。やめろと言っといて今になって利用しちゃうのか。個人的になんかあれに近い、ララクラフトのやつ、トゥームレーダーか。トゥームレーダーは結構するんだけどね。アンチャーテッドは初めてなんで。よし、当たってたんだ。結構適当に当たんだけど、当たるもんやね。どうする？謎解きか。はい。ネイト。俺も30年前なら降りられた。あーっていうね。スピード勝負やね。ああ、若干形が綺麗すぎるね。よし。で、上、横、下、横、上、横、下。ふう、危なかった。で、まあ特に何かあるってわけじゃないのか。柱はあるが、あーい、あるね。よしよし。この石の裏にはしごでもありそうだ。いや、はしごよりって感じだね。あら、火はつけれない。あるね。ってことはこれを。この瓦礫を一気に吹き飛ばす方法を考えちゃってみろ。そうだね。グレネードがあればいけそうな気もするけど。この瓦礫、あったあったあった。そっちね。じゃ、ドーン。ほら、さっさ降りてこい。あ、一応狙えないのか。狙えたら最高なんだけどな。まあ、悪趣味で言えば悪趣味なんだけど。まあそうだね、ライターとか持ってんのかなとか思ってたけど、意外と持ってないのね。ナイフ、火、銃はなんか必需品かなと思うんだけど、トレジャーハンター的には。なんだと思う。待て、見たことのある印だ。印？
この記号の並び方にも気を止めよ。1123、右上ニーアオートマタみたいだな。あ、はいはい、これか。1 2 3、ほう、何も反応はし、あー、そういうことね。上から飛び降りて押すのね。あ、はい、これか。動いてるね。で2が、変な羽の人、3番雲、4って感じね。羽の人、うん、これやね。それはどこだ。意外とこの辺り、あそこか。サリサリ、ちょっとどいて、サリ。こっちからは登れない。いや、ここ行けるか。さあ2つ、で、あっちだね。いや、4か。意外と移動させるね。おー、超楽。はい、3で戻って反対側に行った方が早そうだね。もうちょっと、そうそう、よし、登って、次、ほい。いやー、大した仕掛けだよね。泳いで抜ける感じか。結構深い。そうだね。ああ、多分側面にはしごがあるな。見てくるから待っててくれ。待ってる。気をつけろよ。ああ、飛び降りちゃダメってこと？ああ。そうか、意外とシビアだね。あ、てかそもそも、あ、水溜まってるけどって感じだね。これで、あ、開いたね。よし。ああ、水が湧くと。奥にしたら閉じ込められたかもね。あ、登れない。おい、まさかそこでスイミングか？へっちゃらだよ。じゃあ、降りますか。ああ。水かさが低かったんだね。結構このスピード感とかはあれだね、もどかしい感じだね。ずぶ濡れだぜ。いやー、すげえな、これ。あんな上に飛べるってなかなかよ。
いい、横でいいんだ。はあ。やったぞ、反対側へ出られた。扉を開けられるか。じゃあドーン、オッケー。なんでそこにあるんだっていう感じだね。いいね、いいでしょう。特になんかあるって感じもないしな。じゃあ俺はこっちだ。嫌だな、これ嫌だな。安全そうだ。いや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 、いきなり逆向きっすか。いや、これサリーどうなる。おお、やったぞ、バッチリだ。いやいやいや、バッチリじゃねえやろ。全く楽して、やっと努力が報われそうだ。死にそうだった、当然だ。さあ、何があるかな。うわ、すごい。これが寺院の中心だったんだ。これって像だよ。黄金の像だ。バカでかい黄金の像じゃんか。見ろこれを。こちらその黄金の像を拝んでやがる。人間だよなこれ。そうか、エルドラド、黄金の男だ。サリー、黄金の都じゃない。名前の由来は黄金の偶像だ。たまげたな。今あったらどれぐらいの価値があるのか。何かの跡だ。ほら、スペイン人は丸太で運び出したんだ。来るのが400年遅かったようだ。そんなに昔か。みたいだよ。なんてこった。だが。だがなんだ。追ってみる手はある。ああ、それ自体もってことか。もしかしたら途中に金が落ちてるかもしれないですね。やばいね、どれだけの大きさっていうか重さなんだろうね。いや、すげえな、こんな跡がつくってなかなかよ。まあ、それを引っ張ったスペイン人もすごいね。はあ、ここまでだ。ああ、多分寺院の裏の壁は爆破されたな。ああ、スペイン人がお宝を運ぶ近道を作ったか。最高だ。どうする。どうするって言われてもね。まあ、さすがに痕跡はもうないしね。新しい情報を手に入れないとダメかな。待て、サリー、聞こえるか。川？おっと、こりゃ珍しいものがあるぞ。こりゃ一体。ああ、運び入れなかったってことよ。スペイン艦隊。不幸のお宝かなっていうことは、この中にあるとは限らないけどね。これぶったまげた。っていうか、どうやったらこんなところまで来る。洪水か。近寄ってみよう。いや、待て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 、どうもうさんくさい感じがする。うさんくさい。ジャングルの真ん中にドイツの U ボートはつきものだろ。いや、真面目に言ってる。オーケー、ここにいろ。俺が見てくるよ。バームクーヘン落っこってたら知らせる。どう？それがいい。そうしちゃってくれ。おう、待て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 。これを持っててくれ。よし、いっちょ気合を入れていくか。そうだね、一応何かあった時のために。お、報酬解除。ねー、ちょっとボタン配置
見ていいかな。隠れ、格闘、拾う、調べる、拾うか。リロード R1 か。グレネード、ライフル、ピストル。こんなもんか。え、マジで？ここ行っちゃう？当たってたね。いや、そういうわけではない。はい。どっから乗るかな。あの鶴っぽいよね。いや、さすがに無理あるか。ほい、どっか侵入できそうなところは、守備か。を渡るか。崖を渡る？反対側ってこと？何のためにここまで泳いできたの？なんか隠しアイテムとかそういうのがあるわけじゃないんだね。サリー、ヒントありがとう。崖か。崖を渡るってどういうことだ？え？あ、一応セーブポイントか。一応合ってたのか。あ、左右に向けスイングする。あ、こういうことね。合ってたんだね。で、次はそっちか。いやー、アクション性がほんとすごいね、このゲームはね。アクション性って言ってもこう、なんだろうね、普通のアクションゲームというよりかは映画っぽいアクションだね。はい。いける？気をつけろ。落ちたらおしまいだ。はいはーい。まあ落ちたらね。もう落ちたけどね。上か、登って降りて飛び降りて、いやーなかなかよ、あれ掴むって。これがあそこがギリギリの高さかな。あ、危なかった。さあ乗った。船ちょっと小さすぎない？なんかあるね。インカのイヤリング。ああやって光ってるんだ。レア物ってか。コレクション系になるのかな？さあ、中入りますか。よし、入ったぞ。何がある？なんかひどいことがあったようだ。船中血だらけで、スープが。なんだって？
お、早速開けれるね。へい。へい。そういうアクション出てくるんだね。さらに下。ミイラ化してるな。あ、金貨ね。これはどこで手に入れたんだ、ゲルマンの英雄さんよ。一枚だけ。どうやら黄金には取ればいいのにね。大量のスペイン金貨がポケットに入ってるクルーがいた。だがコインには見たことのない造幣局のマークが入ってる。本当か。ドイツの仲間には秘密があったみたいだ。秘密ね。よいしょ、よいしょ、またか。重いじゃ。はあ、押す方も疲れるからね。操作する方もマジで疲れるから。ここで泳ぐか。まあリアルだったら嫌だよね。さあまたずぶ濡れ、ね、船長室に着いた。なんと船長もいる。どういうことだ。ああ、殺されたみたいだな。めった刺しにされて、はあ、嫌な船だ。ああ気味悪いな。財布は。冷てえ親父。ん、なんか持ってるね。地図か。まさか。信じられない。何か見つかったか。 UK2642 UK2642 あった。どうした。サリー、信じられねえぞ。なんだ。最後のページが見つかった。本当か。フランシス教もドイツ人も同じお宝を追ってたようだ。その宝の在りかを示した地図を見つけた。ネイト、今度も無駄足になっちゃわないだろうな。今回こそお宝をゲットしなきゃ。俺は…なきゃ何。サリ、聞こえるか。サリバン。ん、まさか後つけられてた誰かに。戻るしかないか。ちょっとサーリー大丈夫かな。お？おい、やばくないか。やばいっすね。まだ動くんだ、すごいね。まあ地雷処理とかあるぐらいだから。触るな。サリー大丈夫か。私はローマンだ。あんたのことは知ってるし聞いてね。ずいぶんと威勢がいいな、ビジネスの相手に。さあ行け。触るなって。手は上げたままだ。上げてるだろ。実は君の友人には貸しがあってね。
それも大金だ。そんな時に君らの宝探しの話を聞いた。一生に一度のチャンスだというじゃないか。実に興味深い。ああ、こいつに話を持ちかけてきたやつがいた。嘘で固め口先だけ関わってたか。私を騙そうとしてね。いや、おっさん話が長いんだよ。ナバロ君やめなさい。私もそろそろ我慢の限界が来たようだ。もちろん君があの中で何かを見つけたというなら、ことによっては私の気も収まるかもしれないがね。すまん、我々の会話を聞かれてた。地図を渡せ。ゆっくりだ。ドイツ軍の地図がエルドラドとどんな関係があるんです？あんなのがここにあるのは変だろ。ドイツ軍もお宝を狙ってた。その地図が全ての鍵だ。これで満足だろ？そうだな。だが私を舐めるとどうなるか。おい、やめろ、ネイトは関係ない。欲しいものはやった。弱い者いじめか。上等だぜ。それもそうだ。だがけじめだけはつけてもらう。じゃあ待て待て、いいかローマン。こいつは何も関係。おっ、サリー、てめえなんてこと。マジか、サリーが、おお、落ちたー。痛い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 。ま、いやー、サリーが、マジか。いや、そういう場合じゃないって。こんなとこで何してんだ。運の悪い墓泥棒たちに密着することぐらいできるわ。こっちへ逃げたぞ。よし、みんな連絡する。墓泥棒は一人減ったよ。サリーは死んだ。嘘。本当だ。逃げなきゃ俺たちもヤバい。そんな、ごめんなさい。銃は持ってるよな。もちろん。よかった。じゃあ行くぞ。いやー、一瞬でやられたからね。大丈夫。ヘッドショット。ああ、初級だと2発でやれるのね。お前だって狙われてんだぞ。そんなこと言ってる場合じゃないんだぞ。あれ、一人さらに奥行った。おお、いて、あい、あれ、あ、オッケーやね。はいはい、行こう行こう。やつが来たぞ。意外とそこだ。意外と避けるのね。よし。なんかある。光ってる。ほい、コップ。痛い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 、それは痛い。あれ欲しいな、あの銃欲しいな。取れた。そりゃありがたい。離れるな。あそこだ。弱いのこっちの方が。連射性はあるけどって感じか。
長くなるから後で教える。そうそう、後で後で。意外とハンドガンの方が精度がいいか。ああそういう風な感じか、移動がね。退屈しないわね。頭下げとけ、すぐに攻撃してくるぞ。はしごはあるが何も入ってないんだよな、この中ね。さあとりあえずこっから出よう。絶対出てくるよね。うん、やっぱこっちだな。お、危ない危ない。来い、おい、こっちだ。おい、対に柵越えと、横いるよ。おお、ナイス。やる。あと5発か。おい、そばにいろ。5発使い切ってだね。撃ち殺せ。横。こっちだと思う。そっち。あ、車。いつもこんなに大人気なわけ。まあ、ダメ野郎は俺に惹かれるらしい。ダメって、お前じゃないぞ。当たり前でしょ。記憶力はいいけど。UK2642、覚えたか。何なの。 U ボートにあった座標だ。おそらくエルドラドはそこにある。エルドラド。問題は、サリーを殺した連中もこの場所。くそ。スペイン人は宝を見つけて、その地図の島へ持ってったんだ。それをフランシス教が追った。すぐ向かいましょう。私は番組を、あなたはご自由に獲物を追って。かかった。早く。おい、これはバケーションじゃないんだぞ。お気遣いいただかなくても大丈夫。あなたには貸しもあるしね。そうだった。いやー、サリーはちょっと残念だけど。私たちはエルドラドの秘宝を追って、太平洋に浮かぶ小さな島へと導かれています。なかなかやね、入れ替えって感じだね。俺たちが一番乗りだといいが。果たしてエルド
ドラドの伝説はこの島に本当に実在するのでしょうか。待ち受けているのは何か、間もなく全てが明らかにされることでしょう。これで番組の視聴率もうなぎ登りだわ。今の一体何なの。そして船は落ちるのみ。最低だぜ。あー当たったね。高所恐怖症なんだ。嘘だろ。開いてた。ゾウかよ。命は狙われるし、地図は燃える飛行機の中、おまけにエレナはおそらく死んだ。最高だ、いいスタートだ。おそらく死んだって。はい、ということで、第1話ここまでですね、になると思います。いやー、何かとアクションあったけど、まあ、サリーがちょっと残念だね。まあ次回この続きからやっていきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。